ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なんだか、最近、カフェがそんなに混んでないような気がするんだよね。そうなの？うん、ちょっと、PC を開いて作業したい時に、Wi-Fi があるカフェに入ることがあるんだけれど、席に空きがなかったり、すごい混んでいたりすることが多かったんだけれど、最近は、そうでもないような気がするんだよね。それは、もしかしたら、アムウェイのせいかもしれないよね。アムウェイって、あのアムウェイ？うん、2022年10月に日本アムウェイが消費者庁から6ヶ月間の取引停止処分を受けたんだよ。え、そうなの？統一教会に関係ある？いや、統一教会は関係ないでしょ。今回の取引停止処分は社名や目的を明らかにせずマッチングアプリを開始、勧誘をしたことが、違法な勧誘行為に当たるとして、消費者庁から取引停止処分となったんだよね。マッチングアプリ？マッチングアプリで出会った相手から、美味しいご飯が食べられる店がある、前も行ったことがあっておすすめだから一緒に行こう、という具合に。誘われて食事に行ってみたら、その食事中に、知り合いが近くでサークルをやっていて、自分もそこに所属しているから、一緒に行かない？って言われたんだって。なんだか、聞いているだけで、やばそうな話だねー。それで、そのサークルに行ってみると、フェイスマッサージを勧められて、次の日にそのフェイスマッサージを受けることになって、翌日、また、その場所に行ってみると、また、行っちゃったの？うん、そしたら、化粧品の購入を勧められて、断ったんだけれど、こんなにいいものを勧めているのになんでわからないの？お金ないって言うけれど、何百万もするものじゃないじゃん、などと執拗に勧誘されたんだって。ああ、想像できる光景だねー。それで、その必要な勧誘にだんだん怖くなってきちゃったから、仕方なく化粧品を買うことを OK すると、アムウェイから商品を買うなら入会して、会員にならないといけない。代わりにやってあげるから、スマホを貸してって言われて、会員登録と化粧品の購入手続きをされちゃったんだって。あちゃー。結局これが、特定商取引法38条1項と39条1項の1、勧誘目的の不明示、明示義務違反、2、公的な場所以外での勧誘行為。3、迷惑勧誘。4、関係書類の提供拒否、概要書面の交付義務違反の全てに該当すると判断されちゃったんだよね。全部に該当って、もう、真っ黒じゃん。うん、他にも、SNS で知り合った人から女子会に誘われていったら、そこにアムウェイの会員がいて、勧誘されたとか、普通の趣味サークル募集で知り合った人から、勧誘されたとかっていう話が出てきて、それも、特定商取引法に触れるやり方だったことが確認されたんだよ。そうなんだ。でも、アムウェイって、どうやって活動しているの？会員になったら、何をするの？アムウェイは、いわゆるネットワークビジネスなんだよ。ネットワークビジネスって、ネズミ講じゃないの？うん、消費者庁によると、ネズミ講というのは、組織参加者間の金品配当組織であり、組織参加者の収入は高順位者の支出によってのみ賄われ、組織外からの収入がないため集客において必然的に破綻する性格のものであるっていうことなんだよ。じゃあ、ネットワークビジネスは？同じく、消費者庁によると、ネットワークビジネスは、物品の販売などの事業であり、組織外への販売などの事業活動による利益が十分に得られるようなものであれば、必ずしも破綻するとは限らないっていうことなんだよね。わかりづらいな。さらに、ネズミ講は、物品権利の販売や役務の提供という経済活動が伴わない点及び破綻が必然的である点において、ネットワークビジネスとは区別されるとも、消費者庁は言っているんだよね。結局、どういうこと？うん、ネズミ講はお金をぐるぐる回しているだけだから、お金を増やせなくて、いつか破綻するけれど、ネットワークビジネスは、そこに商品が介在してるから、破綻するとは限らないっていうことなんだよ。だって、商品代を高くしちゃえば、お金なんて、いくらでも生まれてくるでしょ。ああ、そういうこと？それじゃあ、破綻しなくても、どうしようもないじゃん。うん、まあ、そうかもしれないけれど、アムウェイでは会員が物を購入した後、別の会員に物を購入させることなんかを繰り返して、売り上げは一度アムウェイに入るけれど、一部はボーナスという形でそれぞれの会員に行く形となっているんだよ。そのボーナスの原資が商品代に乗っているのか。さらにアムウェイでは、どの階級か、どれぐらい勧誘をしたか、どれぐらい販売させたか、なんかに応じてボーナスの配分が変わってくるっていうことだから。勧誘がなくならないし、法に触れてしまうような無理な勧誘をする人も出てきてしまうんだよね。なるほどねー。でも、そんなの昔からあったと思うんだけれど、なんで、今頃になって摘発したんだろうね。統一教会の関係？いや、だから、統一教会は関係ないでしょ。でも、2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げになったでしょ？
それで、若年層の被害が予想されることもあって、消費者庁も厳しい処分を課したんじゃないか？っていう見方もあるよね。なるほどねー。でも、そんなアムウェイよりも、苦情が多い化粧品健康食品通販企業っていうのもあるんだよ。え、そうなの？それは、まずいじゃん。ということで、この動画では、アムウェイよりも苦情が多い化粧品健康食品通販企業について、さらっていくよ。ゆっくりしていってね。アムウェイよりも苦情が多いって、それは、どうやって数えたの？ネタ元は、このツイートなんだけれど、この方によると、集計期間は2021年7月から2022年6月の1年間で、出典はパイオネットと毎日新聞の記事ということなんだよ。パイオネットって、何？パイオネットっていうのは、苦情相談情報、消費生活相談情報の収集を行っているシステムで、日本各地の消費生活センターと、独立行政法人国民生活センターに寄せられた苦情相談情報が記録されているんだよ。そんなシステムがあるのか。それで、ここのデータを集計したのが、このグラフということなんだよ。こういうのができる人って、本当にすごいよね。そうだね。それで、このグラフを見てみると、アムウェイよりも苦情が多いところは、ファーマフーズ、ハハハラボ、トラストライン、ツインガーデン、グロリアス製薬、ファビウス、キューメント、北の達人、ヘルスアップ、ベルタといったところなんだよね。なんだか聞いたことがないところが多いよねー。でも、この会社名で検索をすると、なかなか、香ばしいウェブ記事が見つかることが多いし、この会社名スペースバナー広告とかで検索しても、なかなか、面白いかもしれないよね。あ、ほんとだー。それと、ちなみに、ファビウスっていうのは、青汁王子がやっていた会社だよね。そうなんだー。それで、このグラフを見てみると、特に、このファーマフーズっていうところと、ハハハラボっていうところが目立つんだよね。確かに、そうだねー。でも、この2社は、どんな会社なの？まず、ハハハラボなんだけれど、ここのサイトを見てみると、どうも、外国人が運営しているみたいなんだよね。なんで、そんなことがわかるの？このサイトの一番下の特定商取引法に基づく表記を見てみると、運営責任者の名前が外国人なんだよ。ああ、ほんとだー。さらに、住所が出ているから、この住所をググってみたら、トランクルームが出てくるんだよね。え、住所がトランクルームなの？まあ、この建物全体がトランクルームっていうわけじゃないだろうから、この建物のどこかに会社があるんだろうけれど、きちんと詳しい住所が書かれていないと、心配になってくるよね。そうだねー。それと、このハハハラボは、初回限定で、安く商品を売るんだけれど、それが定期購入になってしまっていて、2回目以降の購入分がキャンセルできないっていうトラブルがあるみたいなんだよね。そういうトラブル、たまに聞くよねー。国民生活センターでも、相談激増、お得にお試しだけのつもりが定期購入に？解約したくても解約できない、高額で支払えないっていうのを注意喚起しているんだよね。なんで、こうなっちゃうの？それが、ハハハラボのホームページには、特別価格につき、コースによっては複数回以上のご継続がご購入条件となる場合がありますっていう表記もあるんだよね。でも、途中で解約できないのは困るよねー。さらに、ご解約は商品発送の7日後から次回発送予定日の10日前までにご連絡いただきますようお願いいたします。また、コースによってはご購入条件である。ご継続回数以降での受付となりますので、ご注意ください、ということなんだよ。7日後から次の10日前って、1ヶ月30日として、その半分以上が潰れちゃってるじゃん。針の穴を通すようなコントロールで、解約手続きをしなきゃならないのか。それと、このハハハラボはバナー広告が独特なことでも知られているんだよね。そうなの？例えば、こんな感じのバナー広告を見たことあるでしょ？まあ、ハハハラボに限らず、こういう感じのバナー広告は、この手の会社に多い感じだよね。なるほどねー。あとは、YouTube で漫画の広告が入ることがあるでしょ？ああ、あるねー。このチャンネルでも、たまに入るよ。あれは、勝手に入るんだよねー。ああいう漫画の広告も、この手の会社に多い印象だよね。なるほどねー。それと、もう一社、ファーマフーズなんだけれど。ああ、さっきのグラフで1位になっちゃっている会社だよね。こっちも聞いたことがない会社なんだけれど、まさか、この会社もトランクルームに会社があるんじゃないよね。いや、ファーマフーズは京都の会社なんだよ。え、そうなの？京都の桂の方に、本社があるんだよ。へえ、そうなんだー。それで、ファーマフーズっていうのは、サプリとかを売っている会社なんだけれど、最近だと、ファーマフーズはニューモが大ヒットしたんだよね。ニューモって何？ニューモは育毛剤なんだよ。ひよこが出てくる CM を見たことない？
カツラの会社が育毛剤って、できすぎじゃない？でも、なんで、育毛剤の CM でひよこが出てくるの？ひよこって、ハゲをバカにしてるんじゃないの？ひよこって、生まれた時からふさふさでしょ？ひよこって、孵化するまで、21日かかるんだけれど。何もない状態から、体ができて、ふさふさの状態で生まれてくるのは、すごい育毛効果があるんじゃないか？っていうのがニューモの言い分なんだよ。確かに、そう言われればそうだね。白身と黄身の状態から、21日でふさふさになって生まれてくるメカニズムは気になるところだよね。それで、ここから卵由来の成分を入れたのが、ニューロっていう育毛剤だっていうことなんだよ。それで、ヒットしたんだよね。へぇ、すごいじゃん。ちなみに、ニューモシリーズは、京都市のふるさと納税返礼品になっているんだよ。そうなの？京都市は、新潮社といい、何を考えているのか、よくわからないね。でも、ファーマフーズは、もともと、タマゴサミンっていうサプリがヒットした会社だったんだよ。タマゴサミンって、何のサプリ？うん、それがなんだかよくわからないんだけれど。え、なんだかよくわからないものがヒットしたの？まあ、ホームページを見てみると、毎日スムーズとか書いてあるから、間接に効くということを言いたいんじゃないか？と思うんだよね。そうなんだ。でも、言えないっていうことは、本当に効果があるものなの？そもそも、タマゴサミンっていう名前が、グルコサミンみたいだから、そういうことなんでしょ？これで売れるんだから、すごいよねー。ちなみに、ファーマフーズは、通販サイトが卵吉っていう名前からわかる通り、卵に注力しているんだよね。卵が本命なのか。それで、ニューモっていう育毛剤まで作り出したのか。すごいねー。それと、ファーマフーズは、キャバも有名なんだよね。ファーマフーズが、設立初期の頃、なかなか、資金的に苦しい時期があったみたいなんだけれど。まあ、こういう商売は、研究開発費とかがかさむだろうし、なかなか、初期の頃は厳しいよね。うん、まさに、その通りだったんだよね。ファーマフーズは、初期の頃に、卵由来の成分が、エバーライフの高順に採用されたりしたんだけれど。研究開発費が膨らんで、なかなか、キャッシュフローが厳しい状況だったんだよ。それはしょうがないよね。でも、そんな状況を、一気に変えたのが、キャバの開発だったんだよ。今では、ファーマフーズがギャバの売上高世界一ということなんだよ。え、世界一なの？だって、グリコのギャバシリーズにも、ファーマフーズのギャバが使われているっていうことだからね。そうなの？ギャバって、チョコレート由来のものだと思っていたよ。さらに、以前には、ダイソーのギャバがいいっていう口コミが広まって、全国のダイソーで、ギャバが売り切れたっていうこともあったんだよね。ギャバがいいって、何がいいの？うん、この時は、ストレスを低減するとか、安眠効果があるとかいう話だったんだよね。それ、ヤクルト1000と一緒じゃん。ヤクルト1000よりも、ヤクルトの偽物みたいな飲み物の方が、効果があるような気がするんだけれどね。ああ、霊夢は、よく、マミーとか、ピルクルとか、ビックルとか、飲んでるよね。うん、あと、グングングルトだよね。ヤクルトよりも、そっちの方が効くと思うんだけれどね。量も多いし。結局、量で選んでるんじゃないの？でも、個人の見解としては、そうかもしれないけれど。こういう話は、一旦火がつくと、なかなか、その勢いは止まることはなくて、勢いがどんどん増していくものだよね。そうだよねー。でも、本当に、ギャバは効くものなの？うん、まあ、グリコのギャバシリーズなんかを見てみると、ストレスを低減する、睡眠の質を高めるって書いてあるから。ギャバの効果には、それなりの根拠があると思うんだけれど。そりゃそうでしょ。グリコが、そんなにいい加減なことしないでしょ。グリコへの信頼感がすごいな。だって、グリコのお菓子は美味しいじゃん。まあ、そうなんだけれど、ギャバについては、血液脳関門を通過できないはずだから、そんな効果があるわけないんだけどな。っていう人も根強くいるんだよね。血液脳関門？血液脳関門っていうのは、血液と脳の組織液を交換するところのことなんだよ。体内に入ったギャバの成分が血液によって、脳に運ばれても、それが脳に届かないはずだから、ストレス緩和とか、安眠効果みたいなものは起きるはずがない、っていうことを言う人もいるんだよね。本当のところは、どうなのか？よくわからないねー。とまあ、こんな感じだから、なかなか、ファーマフーズは苦情が多くなってしまうのかもしれないよね。ああ、そうだった。アムウェイよりも、苦情が多いっていう話だったんだ。それに、ファーマフーズは、売上600億円くらいなんだけれど、そこから、広告宣伝費に350億円くらい突っ込んでいる会社なんだよ。え、売上の半分以上、広告宣伝費に突っ込んじゃってるの？でも、そんなに、ファーマフーズの広告を見ないような気がするんだけれど。
それは、ファーマフーズっていう名前じゃなくて、ニューモとか、そういう名前で出しているからだと思うんだけれど、セイロガンの会社っていう広告を見たことない？ああ、見たことあるかも。これも、ファーマフーズなの？いや、これは、明治薬品という会社の広告なんだけれど、明治薬品はファーマフーズの子会社なんだよ。え、そうなの？でも、セイロガンは、大砲薬品でしょ？セイロガンの会社っていうのは違うでしょ？こんなに堂々と、嘘をついちゃダメだよ。いや、それが、明治薬品はセイロガンの会社なんだよ。どういうこと？うん、セイロガンっていうのは、商標フリーだから、どこの会社でも、セイロガンっていう商品を作れるんだよ。それで、明治薬品もセイロガンを作っていたから、セイロガンの会社っていうのは、間違っていないよね。でも、それは紛らわしいよ。紛らわしいといえば、ファーマフーズは、2011年にも、インフルエンザ予防効果があるというトローチを発売するっていうニュースがあったんだよ。インフルエンザの予防効果があるトローチってすごいじゃん。うん、それが、誤解を与える恐れがあるっていうことで、発表後、すぐに発売中止になったんだよ。え、何それ？ここまでできていたら、全部、廃棄処分っていうこと？まあ、そうなんだと思うんだけれど、発売中止したからよかったけれど、もともと、グレーな商品だったんだと思うんだよね。しょうがないなぁ。こういう、健康食品とか、サプリとかの会社っていうのは、なかなか、難しい部分も多いから、苦情が出るのは、仕方がないかもしれないけれど、法に触れていないということだけで、グレーなやり方で、それが、消費者の苦情を生んでいるんだったら、それは、なんとかしてほしいよね。うん、そうだねー。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。